へへん、異世界だが。みんな見たことない服を着てるわ。あっちには馬車が走ってる。お店もたくさんあるし、買い物し放題じゃない。この町には王様がいるお城、冒険者たちが集まるギルド、武器や道具が買えるお店、何でもあるよ。ここで冒険の準備をしよう。エリカちゃん、どこへ。消えちゃった。迷子になったらどうしよう。お金はたくさんあるから、欲しいもの全部買っちゃった。仕事早っ。異世界でもセレブ全開だね。持ち帰るのが不便だわ。ネットで買って宅配便で送れないのかしら。魔法が使える人に転送魔術をお願いすればいいんだよ。いちいち人に頼むなんて面倒だわ。スマホでネットが使えればいいのに。マガ君、私気づいちゃった。どうしたの。女の人のおっぱい、みんな大きい。そう。なぜかしら、この世界の女の人はヒロちゃんぐらいか、それ以上のサイズだわ。そうかな、気のせいじゃない。遺伝かしら、まさか魔法のせい。偶然だよ偶然。あとコート着てる人とかマントを羽織ってる人もいれば、上半身が裸の人もいるし、女の人はみんな薄着。変ね、服の季節感がバラバラだわ。異世界の人はファッション好きなんだよ。ほら、おしゃれは我慢って言うじゃない。へえ、そうなんだ、勉強になるわ。異世界名言その1、異世界衣装は機能性より見た目。なるほど。